今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院日本料理でおもてなしヤゲンボリグループのご協力でお届けします。 今日からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあ、えー、9月に入りましたこの番組は生放送で、えー、金曜日の夕方5時からお届けしているんですけれどもあのー、まあ北海道 雨心配ですねあの京都は幸いにしてまあ、雨も一時的で済みそして気温が随分下がったなという感じで秋が近づいてきたなっていうそんな気がいたしますさあ皆様はいかがお過ごしでしょうかさて今回は芸術の秋にふさわしい話題をお伝えします アトリエ・デュエンテ代表そしてガラス工芸作家の酒井美和子さんこんにちははじめましてこん,こんにちはよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますそしてあれもうお一方お客さんです今なんかあの携帯電話メールかなんか入ったんでしょうかあ違う <laughs> そうですかあのこの番組にご協力もいただいているヤゲンポリグループ代表の岡本幸彦さんにも加わっていただきますこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますあの岡本さんこの美女と岡本さんがなんかどういうつながりがあるんでしょうまずちょっと最初にそれを伺っておかないと なんかなどうしてだろうっていう気がするんですが、もうあの坂さんご紹介いたしました。じゃあ私の方からもよろしいんですかはい、あのどういうご関係でいらっしゃいますか。えっと,ともとは陶芸を目指して頑張ってたグループなんですけれども、えー、その先生がまあ頼りなかったんかなんか知らないけれども。<laughs> 女性の方がみんな辞めてしまって。あら、なるほど。一人残ってね。はい。ええ、一人。二十何年前の話なんですよね。だいぶ前。だいぶ前ですね。はい。で、一人では教室にならないので、結局私も辞めることになって。はい。五六年はもう浪人生活のようなことをしてました。何もしてなかったということですね。そう,あそうですか。そうすると。 あの、この、現在、ガラス工芸作家である。酒井美和子さんとは、その陶芸教室でお知り合いになられたと。はい、以来、こう、長い間。まあ、えー、いろんな形でお付き合いされているということですね。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、さ酒、えー、井さん、<laughs> あの、はい、今日はサンドブラストの魅力について。お話を伺うんですが。はい、あの、まず、この代表、主催されている。アトリエデュエンテって,って。 一体どういうアトリエなんでしょう。あ、あのアトリエでえんではあのえっ、ー、とガラスサンドブラスト工法によってあのまあガラス砂を吹き付けてガラスを削ると。そうなんです。水没 <laughs> もうちょっと上がっちゃってましてすいません。はい。そうなんです。あの砂を吹き付けることによってガラスの彫刻をしていくというあの技法なんですけれども。 はいあのそのサンドブラストという工法で、えー、作品を作るという、はい、そういうアトリエを主催されていると、はい、はい、そうなんではご自身で作品ももちろん作られるんでですすよはいそう年に一度はあの日本新工芸展というのがありましてあのそちらに作品をあの出展しましてあの京都市美術館にも展示していただいてます。 2>, で2年に一度高島さんのあの美術サロンの方でも個展をさせていただいてます。あ,あそうですか。はい、そしてこのアトリエデュエンテのある場所なんですが、はい、あのなかなか感性な、えー、そういう佇まいの建物であり素敵な場所ですよね。ちょっとご案内いただけますか。あ,ありがとうございます。はい、ちょうどあの堺町御門がのあのまま堺町通りの 恵比寿川と竹山町のちょうど中間地点にあるんですけれども、西側でしたでしょうか。はい、そうです、西側です。はいはい、でも北を向いたらすぐにあの御所の境町御門が見えるというかなりわかりやすいですよね。目印が。あ、そうですね。境町通りを北にもしこう上がっていくと、大、はい、池通りあたりから北に上がっていくと、はいはい、その御門がましょうに見えるという。はいはい、そうなんです。はい。はい。 まあ、そういう場所で、はい、こう、どういう、たて、素敵な、一度、私、伺ったことがあるんですが。名、はい、のなく、なかなか、建物が素敵です。もう、ただ、古いだけなんですけれども、ね、どんな感じなんでしょう。 あれはどなたかのあのこうなんかお住まいだったとかそう,うとそうなんですはいあのー、まあ、昔はそこであのー、主人の両親が住んでましたんですけれどもあのちょっと母がなくなりましてで父もちょっとあの体が不自由になりましたのであのー、あそこで一人では住めないということであのー、ちょうどまあ誰も住まない状態になって しまったんですねであの私もそれまでお教室というか先生についてサンドブラストをあのお勉強してたんですけれどもあのもうそろそろ独立をしようと考えてる時だったのであそこにあのアトリエ あそこでアトリエをまああの開いたという形になります。あ,あそうですか。はい、あの2階が工房になっていて、はい、下がこうあのまあガラス張りで非常にこう日、はい、が差してお庭があってという、はい、素敵な佇まいのあのお家ですよね。はい。あそこだからあの1階はもうギャラリースペースのような形で使っております。はい。 そうですか。はい、現在生徒さんって何人ぐらいいらっしゃるんでしょうえっとね先日初めてというか2度目の、はいえー、展覧会、はい、夏にされましたが、はい、その時私はわど,どういうことされてるのかなと思って、はいえー、伺ったら本当にさまざまな作品があって。 で、はい、そしてあの生徒さんがたまたま来られてて、はい、なんか老若男女というか、はい、いろんな方々が参加されてるんですね。はい、そうなんです。あの男の方もあの女性の方も男性の方もあのいらっしゃるんですけれども、あの一番ご高齢の方は八十四歳のおばあじまなんですよ。あ、そうですか。はい、もうね、あのでもあの。 まあ、刺しゅうを昔されてたとかあの皆さん何かこう、あのー、手作業手、まあ、器用な方ばかりかなあのばかりではなくってそう,そういう方でもあ,のあそこまで腕を上げて、はいあのー、あれだけの作品を作られたんですけれども。あのー まあ、男性の方も80歳のおじいちゃんもいらっしゃいますしあの現役の,あの方もいらっしゃいますしで女性の方は、まあ、40代の子育て世代のお母様も,もう本当に多種多種様の,あの生徒さんたちで楽ししく教室をしておりますああそうですか、はい、そうすると何かこうそういうことが好きでいろんな経験をされた方でも初めての方でも、はい、あの気軽に、えー、体験できると 続けていけるという可能性があるというそう,そういうものということですね、はい。皆さん最初にちょっと体験教室に来ていただいてそれでこう気に入っていただいた方はお教室にそのまま通,通っていただいている形ですね。あそううですか、はい、まあサンドブラストっていうと、はい あの知らない方の方がやっぱり多いんじゃないかなって思いますので、はい、やっぱりそういう教室に通うには生徒になるには体験するっていうことは非常にそうです第一歩としては重要ですね、はい、もうやっぱりねあの一言で「どうやって作るの?」って言われても、はい、あの ちょっとこう工程があの口でこう説明するにはちょっと複雑なので理解しがたいんですね。そ,うですかそれで実際にこうやっていただくと「あこういうことだったんだ」って思ってあの皆さんこうのめり込んでいく,く方が多いです。あさあサンドブラストについては後ほど詳しく伺おうと思うんですけれども、はい、あの酒井さんがその、えー、ガラスと 出会われたという、はい、その最初の最初は一体、どういうところからなんでしょう。そうですね、私はあの、あの、三重県の。二見ヶ浦という、こう、観光地で育ったんですね。誰でも、が、ご存知の、あの、二見ヶ浦ですか、はい。はい、そうです。目を問いまで有名な二見ヶ浦なんですけれども。はい。はい、旅館。と伺いましたがあ、はい。あの、私の実家は、あの、そこで旅館をやっております。 今はもう兄が継いでおりますけれども、はい、ご創業の、えー、どれぐらいのもうね、もう昔の本陣からしたら400に近いと思うんですけれども、はい、あの今本陣という言葉がありましたけれども、はい、そうするとこう街道筋にあって、はい、えー、まあ旗語というか宿ですよね、はい、そうなんですうう大名とか、はい、いろんな方々がまあ将軍も泊まられたとそうなんですあの、はい 家のお蔵にその宿帳みたいなのがありまして、ええ、で何かこう歴史名古屋大学の歴史の先生なんかが私が小さい頃なんかでもお蔵に入ってあの長いことそういう資料をあのなんか研究するのにこうあの探しししていらっしゃいましたねああそうですか、はい、そうするとあのなんか、えー、徳川慶、ま、喜、あはいえー、ーキって、ねはい、先ほどおっしゃってましたけども、はいはい、そ,その えー、止まられたうそうなんですよ。<laughs> すごいですね。いやいや昔の話でも今はも本当にあのー。はい。まあこれは一度行ってみたいと思うんですが、<laughs> 岡本さんちょっとご登場願いますか。はい。あのこの二宮のあのお宿朝日館というんですね。やご <laughs> が行かれたそうですね。はい。あのご招待いただきましたね。ああ羨ましいも。もう綺麗なお母さんでね。はい。あこんなに綺麗なお母さんだからこんなに綺麗な。 まあ海岸まで行くところに堤防がありましてね、はい、その上でねずっとね30分か小1時間、ね、寝転がってねあの堤防自体が湯たんぽみたいに暖かくて非常にもう <laughs> 冬に行かれたんですかでもないんですけれども、ね、夏に行かれたらちょっと暑いですね見分けはなかったですよね ああ、ええ、ちょうどいい季節です,、ね、ですね。本当にいいとこでね、はい、サミットでもしないと飽きますよね。ね <laughs> <laughs> そこでねそうですか。まあ、とりあえず風光明媚で心を洗ってきました。ああそうですか。はい、さあの今伺ったのはまあガラスとの出会いの場所というところなんですが。 こうかあのねもうあの自宅の裏が海なんですよ。それで今みたいにもうあのテレビゲームもない時代ですのでいつもこう裏の海岸で遊んでたんですね。でもう貝殻とかあの拾って遊ぶのがすごくこう,もう楽しい。 それでその中にあのやっぱりあの研磨されたガラスがたくさん落ちてるんですよ貝殻に混ざって。えーはい、でそれがこうグリーンだったりブルーだったりこう赤っぽかったりして、はい、であのガラスってこう割れたらこう。 まあ、とっても普通は尖って指たいう<で>な触っちゃダメって言われるような、はい、あのものなんですけれどもやっぱりこう長年こう海の中でこうあのい波に、はい、で砂でこう研磨されたんでしょうねこう反対にこう鋭さじゃなくってこう温かみがあるんですねそのガラスに。 でこう透き通ってなくってあのすりガラスになってるのでなおさらこうなんとなくこう子供心ながらにあの綺麗だなって思ってたくさん集めてはあの宝石箱に入れてたんですよんでそ,それから大人になってあのサンドブラスト工法で作られたガラス作品を見た時にあこれって思ったのがここに入ったきっかけだと思います。 あの小さい頃にそうやって海岸で拾い集めた、はい、研磨された、はい、ちょっとすりガラスのようなガラスたちの、はい、その記憶が、はい、サンドブラストと出会って、はい、ねえ すすごいですねその出会いというのはそれがいつ頃のお話なんでしょうかそれはね今からやっぱりもう134年ぐらい前だと思うんですけれどもたまたま,まあお友達の個展あ,あのすいませんお友達の、あのー、展覧会が京都市美術館の別館の方でありましてねそれをこう見に行ったんですけれどもたまたま1階でガラス ステンドグラスが中心だったんですけれどもガラスのやっぱり展覧会をしてたんですね。でちょっと時間もあったのであのブラブラっと見てたんですけれどもステンドグラスの中にあのガレとかドームっぽいあの作品があるんですよ。えこれってどうやって作るんだろうと思ってそれがやっぱりこう彫刻になってるんですガラスの。でもうなんか それを見た途端にあのなんとなくそのさっきも言ってたように研磨されたガラスのイメージがパッと浮かび上がりましてね。それで 入り口のところであの、あそこにある作品の先生は「あの東京の方なんでしょうかどこの方でしょうか?」って言ったら「この先生大阪の方ですよ」と。であのたまたま今日お当番で来てらっしゃってあの「今お食事に出てるけれどもすぐ帰ってこられますよ」ということだったんで上のお友達の絵画を見た後、また下に戻って。 で、その先生が戻ってこられるのを待ってたんですね。先生がたまたま戻ってこられて。で、あの箕面で、私はあの。ガラス。男性女性。女性の方だったんです。<ー>とても綺麗な先生で。はい。で。あの箕面ってお教室を開いているから、もしよかったら体験にいらっしゃい。っておっしゃって。で、簡単なこう住所を書いていただいたんです。で、その頃。まあ、京都から箕面。 までちょっと行くの遠いなぁとは思ったんですけれども高速に乗って1時間ぐらいかかったと思うんですねそこの教室までたどり着くのが。で体験をしましてあやっぱりこれだと思ってでそれから通いましたねそれがどれれぐらい前のそれがね134年前だと思ああ年前、はいます。はいはい その、えー、先生に、はい、あのしばらくこう習われたんだとはいずっとはい、習ってました。ああそうですか。はい、そしてご自身の、えー、このアトリオをひか開かれたのがちょうど4年くらい前になります。いはいわ、はいはい、かりました。ではこの後はサンドブラストについて詳しく伺います。はい。 からグリーンコミュニケーション今回はサンドブラストの魅力についてお話を伺っておりますガラス工芸作家の坂井美和子さんそしてご友人でいらっしゃる岡本幸彦さん続けてお話を伺いますはいあのー、サンドブラスト一体どんなのってこうラジオ聞いてらっしゃる方思ってらっしゃるかもしれません、はい、であのー、まあ動画をご覧の方も 多いと思いますので、ちょっとこの実物お持ちいただいたんですね。はい、これは、えっと。色としては三種類あるんですが、ちょっとこちらにカメラがありますので。私、ど、どれから説明しますか?。同じ。同じ。あ、そうですか。ちょっと見やすいものが、これぐこのブルーの、これは。何グラスでしょうか?。とても素敵なんですが。それは、あの。素敵ですね。 ちょっとこうショートのあのワイングラスになるんですけれどもはい、はいまあ、食前酒なんかを入れる、ね、のも良いかもしれませんね、はい、何でもあの使っていただけると思いますそうですかこれはあの模様というかはい、えー、それが深いこの藍色、はい、でそしてこの下のこのダイというか、はい、その部分がこれ何ちょっとアンバー色になってますねあそうですかはい。はい そしてこれは朝顔。はい。素敵ですね。本当にぜひ皆さんにもこう実物をご覧いただきたいところなんですが、その他に、えー、これは、えー、あやめか勝負かなんでしょうか、はい。あやめですね。あやですか。はい、そうですか。今度はこれはまあ紫色、えー、深い紫と言って良いと思うんですが、あのあれですね。えー、っと。 この明暗というかその色の濃淡で立体感っていうのもあるんですね。はい、はい、そうです。はい。そして、えー、もう一つこれは緑のこれはブドウじゃないかな。はいブド,ブドウですね。今ブドウ美味しいですね。そうですね。はい。<laughs> <laughs> はい、えー、こういうまあいろんな作品が実は、えー、できるんですけれども。はい そもそもサンドブラストってどういうものなんでしょう。そうですね。あのガラスの彫刻という形なんですけれども、はい、いろんな技法がありまして、まああの今今日持ってきたのはこれはキセガラスというものなんですね。それであのまあ最初あのキセガラスと言いますとキセ服のキセでしょうかう。色が着せてあるのでキセガラスというんですね。あ、キガラス。はい。はい で、これ、このガラスの場合、あの、白、あの、アンバーの台の、あのー。アンバーっていうと、あの、わかんないと思います。すどません。はい、あの、アンバー色、も、元の。アンバー色って、どんなんですか、はい。ちょっと黄色っぽい色なんですけれども、下玉っていうものを。ガラス、吹きガラス、全部これ、あの、吹きガラスで作ってるもんなんですけれども。はい、あの、まあ、一番最初の。 土台になるガラスが、この、あの、の上に、あの。色が。二色だったんでしょう。このガラスは。これはね、あの、ちょっと、その、あの、アンバーの、あの、色が下玉になってます。普通、好きと言って、あの、普通のクリアなものは好き。 って言うんですけども、色的に、でこれはちょっとアンバー色なんですけれども、元々そのあの下玉の上に色つ色ガラスを重ねて作ったものがキセガラスなんですね。うん、でこのキセの色がついているブルーここの,この まあブルーのこの朝顔があのブルーですよね。よねそ,それがキセガラス。そうなんです。このブルーの色をキセってあるこれがガラスなんですね。でそのブルーの色を少しずつこう取っていくことによって濃淡ができますね。でその濃淡で図あず柄を作っていくわけなんです。はい。その濃淡を作る材料がサンド。そうなんです。いですね、はい。あのこのそもそものこのサンドブラストという。はい。 広報の発祥をちょっと、はい、あのお話しいただくと、はい、あの全然知らないっていう方もイメージできるかもしれませんが工業製品でもサンドブラストってあるようですね。そ、あのー、そうですそうですそうですすはい もともとはね、はい、あの、なんか、アメリカの、あの、ちょっと砂嵐の、あの、ひどい地方で。あの、ガラスがやっぱり砂嵐で、建物のガラスが。そうなんです。あの、窓ガラスなんかが、やっぱり砂ガラスで、こう、あの、割れてしまうのを防ぐために。あの、そのガラスに。 あの金網をこうそれでこうガラスが割れるのを防いでたんですけれどもその砂嵐の時期が終わってその金網を取ったら金網の部分だけが、あのー、クリアーに残ってであとこう金網のない部分が砂で研磨されてあのーまあ、掘られてまあ掘られ 砂でこう、ほ、掘られて、そして、ちょっと霞がかかったようにもなり。そうなんですよ。それで、あの砂をこう当てることによって。あの、まあ。何か面白い。こくができるということからの発想だと。 だと思います。ああそうですか。はい、そして現在はそれがこうどん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 進化して、あの先ほどちょっとお話にありました、えー、ガレとかそういうドーム兄弟とか、はい、そういう方々もその後々にはあのその方法も取り入れたりということがあったようですね。はい、はい、そうです。ああそうですか。一つの作品を作るのにはいろんなこう方法をあの使って。 あああいた一つの作品ができるんですけれども、その工程の中にやっぱりサンドブラスト工法っていうのも入入れ込んであるとい。ああそうですか。はい、あの初めてこう体験する方が、はい、こう体験教室で伺ったとしますと、はい、そのえ<っ>こう。 段取りとしてはどういう順番になるんですかあ。まず掘りたいガラスにマスキングテープを貼ります。はい、掘りたいガラスを選ぶこと,ができると。はい、そうです。この色がいいなとか、無地がいいやとか。はい、も、はい、う,うですね、最初は着せガラスは難しいので。<い>普通の無地の、あの白いガラス。のお皿に、まあ、マスキングテープを貼ってもらうことから始めるんですけれども。はい、で、そこに自分のこう掘りたい図柄を、あの、移すんですね。 でトレーシングペーパーというものがありまして、そこにこう自分の描きたい図柄を書いていただくんです。でそれは自由に自分の好きな柄を書いていいんですね、はい。はい、そうなんです。で、そのトレーシングペーパーだと、こうあの書き直しが鉛筆で書きますので。書き直しができるので、まあ何度かこう自分の書きたいようにこう。 あの図案を作ります。で、それを今度トレーシングペーパーをあのマスキングテープの上からこうこするんですね。そうするとあの。ま、その書いた図案がマスキングテープに映るわけです。で、その映ったあの鉛筆で書いたそのあの図案にあの上をこうカッターでカッティングしていくわけなんですね。わかりました。ではい。 で、カッティングしたものを、こう、順番に、はい、はいで、サンドをかけていくことによって。こう、ガラスの層ができていくんですね。立体感がそこでできるう、はい。はい。順番に、そうやって。そうなんです。はい 奥かからここうううていいいくくブラストしし、はい、ということでですすねそわりました絵はそのトレーシングペーパーに書いてそれをマスキングテープにその鉛筆の色を移して、はい、そしてマスキングテープをカッターでカットすると、はい、そうするとあの自分の描きたいこのような朝顔とか、はい、それから。 めとか、はい、いろんな形ができるとということですの生徒さんの展覧会この夏の展覧会に行った時にちょっとご高齢の男性が「あのそうめんをこれで食べてるんや」って言って、はい、すごく本当に嬉しそうにおっしゃってたんですが。はいはい いいでですすねそうなんですもう生徒さんを一人一人が自分のまあ世界で一つですよね自分で図案を書いてそれを彫って作る器ですからだから皆さんねあのしゃあのその写真を描いてみて であのそれを図案化してあの作品を作ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、はい、あの自分のイメージでー、はい、気にに入っった何かについててまず写真を撮ってそ,そうです<ー>例えば金閣寺の写真を撮ってきて、はい、それをあの図案化、まあ、自分なりにこうあまりにも細かく描写するとちょっとあのあのか、まあ。 カットして、あの、サンドをかけていく上で、ちょっとややこしくなったりするので、あ,<ー>あの、それをちょっとこう,う簡単に図案化して。あの、独、もう独創的なものを作ってらっしゃる生徒さんもいらっしゃいます。そうですか。はい、もう生徒さんは随時募集されてるということですね。そうです。はい。そうですか。そして、あの、年に一度、高島屋さんで。はい えー、展覧会があると伺います。二、はい、年に、二年に一度なんですけれども。今年はどうでしょうか。あえっ、ー、とね、来年。来年の五月の末から六月の頭にかけて、一週間。美術サロンの方で、個展をさせていただきます。そうですか、それは楽しみですね。はい。はい、そして、岡本さん。はい、岡本さんの。<laughs> あのお店にも、この。酒井さんが作られた。器、ご使用だそうですね。はい。 もう私もできないけれどもガラスは好きですので、えー、それとオリジナリティというかよど,どこにもないここだけのお店でお酒を特に冷やしたお酒を頂い,いていただく本当におしゃれだと思いました本当ですねまずねやっぱり従業員の人が本当にも,もっと置いてくださいもっと出してください。 ね、いや、値打ちがありますよね。で,ねで、酒井さんのその世界で、ただ一つの作品というところがやっぱり嬉しいですね。さあ、残りもう25秒となりました。このサンドブラストの魅力、はい、最後に一言あそうですね。あのー、まあ、あのー。世界に一つしかない。自分の作品をあのー、はい作っていただけるのではい、わかりました。坂井美和子さんにお話を伺いました。 この番組はやげんぼりのループさんのご協力をいただいておりますありがとうございました